R 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。1940年度戦時緊急予算に基づく第四次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1942年から1943年にかけて順次に収益した。全艦が第二次世界大戦を戦い抜いた後、3隻がインド海軍に売却されたほか、 4隻は15型フリーゲートに改装され、水中高速船時代の対戦船を担うこととなった。第二次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は、戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず、1940から1年度計画で建造を、予定していた中間的駆逐艦の建造を、前倒しして、O 級、P 級が建造された。 その後、新しい戦時要求の繁栄や急増に適した設計への変更を図った新しい設計案が作成され、第3次戦時緊急計画に基づき、1940年1月3日に救急として発注された。そして3月27日、第4次戦時緊急計画間も同じ設計を採用することとなり、これによって発注されたのが本級である。 しかし5月のナチスドイツのフランス侵攻を受けて、情勢はさらに急迫しており、ドイツ軍によるイギリス本土侵攻すら懸念される状況となった。ノルウェー及びダンケルク撤退作戦において、損傷を受けた艦の修理に、核造船所が棒札されたこともあり、5月20日の会合で、1940年中に浚行できない艦の建造を棚上げすることが決定され、 本級とブラックスワン級スループの一部が対象となった。バトルオブ・ブリテンの戦況工程を受けて、9月9日、建造中断は解除された。蒸気の経緯から設計は、救急とほぼ同様であり、J 級以来の単煙突、選手郎型という船型のほか、救急で導入された、燃料搭載量の増大や復元性の改善、完備のトランサムスターンも踏襲された。 ただし本級では、熱帯海域での活動を考慮した偽装がなされている。機関も救急と同様で、アドミラルティ式参道型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。装備も救急と同様、中間的駆逐艦の構成が踏襲されており、艦砲としては45口径 12cm 砲4機を搭載した。 射撃式装置は、救急と同様で、対空用には285型レーダーを備えた、マーク2砲移板と FKC 射撃板、耐水場用には、機船長3.66メートルの速距離を備えた、DCT 砲位板とアフック射撃板が用いられていた。当初計画では、これに加えて45口径10.2センチメートル、単装広角砲の搭載も予定されていたが、 急降下爆撃機への有効性が疑問視されるようになったことから装備されず、対空兵器として39口径 40mm4 連装機銃と70口径 20mm ート6機、対艦兵器として21インチ4連装魚雷発射艦2機を搭載して巡航した。また後に、ポンポン砲や後部魚雷発射艦を撤去して、 56、合計 40mm 単装機銃や70合計 20mm 機銃の増備が行われた。なお本級では、竣工時から早期警戒用の290型レーダーが搭載されていたほか、1944年、ロケットなど4隻を対象として、単小灯台上にラティス構造のミズンを設け、目標補足用の272型レーダーが搭載された。 本級は、戦没艦がなく、戦後3隻をインドに売却。リベントレスなど4隻は1951年から53年にかけて、タイプ15改造を受けて高速フリゲートに転用された。戦後、独立艦もないインドへ売却された3隻は、ラージプート級駆逐艦とも称された。第三次インパ戦争に参戦の後1970年代後半には、 戦艦退役した。本級の後継として、インド海軍が新たに導入したラージプート級駆逐艦は、ソビエト連邦海軍の61型大型対戦艦を元に、インド海軍独自の運用要求を加味して、設計された改良型で、ソビエト連邦において5隻が建造された。ありがとうございます。